はい、どうも、コンビニです。さて、本日はこちら TH コンプリーター中から動画をお届けしていきたいと思います。クラッシュオブクランタウンホール13のですね、アタック見ていきたいと思います。で、本日のアタックは、この9月のリーグ戦からですね、ちょっと上げる動画がいっぱいあったんで、少し、アップロードと時差が生まれてたら申し訳ないんですが、ここからいきたいと思います。でですね、本日のテーマはドラゴンですね、天才ドラゴン。ちょっとこれに関して、すごくね、いいアタックがあったんで見ていきたいんですが、どうでしょうね、多分使える機会結構あるんじゃないかなと思うので、空を、使うのにちょっとあんま慣れてないよと、そのラバルをですね、いう方にとっては結構ドラゴンって、空の入門としては使いやすいので、ここからね、始めてみよう、見てもらうっていうのも結構、ありかなというふうに思います。で、合計3本動画見てほしいと思ってるんですけども、アタックですね、全部キタチさんですね、今日はキタチさん特集でいってみたいと思います。でですね、どんな風なアタックになっているかというと、ライトニング7のクエイク2のドラゴン編成ですね。で、まずどこにライトニング打っていくかってとこですよね。これ非常に、気になるんですけども、はい、1個目はここですね。クエイクをまず当てていきましたね。当てていってからのロイヤルチャンピオンを展開して、シングルインフェルノにさらにライトニングを打って、これをホーミングシールドで破壊していくというところですね。で、これですね、ギリギリ援軍釣らないところで、やってるっていうのが、職人技ですね。これ釣っちゃったら、多分、ちょっとプラン若干崩壊したりしないのかな。釣っても大丈夫か、ドラゴンだから。そこら辺ちょっとあれですね。このギリギリを狙ったんだとしたら、本当にすごいなっていうところですね。で、その後ドラゴンを出す前に、しっかりとバーバリアンキングとアーチャークイーンで、横の、それをなくすようにカットを、進めておいてからのドラゴンを、ここですね。はい。十字方面から一気にドバドバッとこう出していきます。ドラゴンのもう通るルートはわかりますね。中心部をしっかりと、くり抜いているので、そこに、向かうように流していくんですけども、この戦術のコツっていうのは、序盤のロイヤルチャンピオンとライトニングパートを使うことによって、ドラゴンたちが中心に集まるようなサイドカットをきっちりやるというところになります。で、そうすることによってドラゴンはばらけないので、グランドボーデンのエナジーサークル、ないしはエターナルトームですね、特殊能力、レイジの呪文、そういったものの中に全部こう入っていくことによって、それでですね、補助効果の恩恵を存分に、受けながら、ね、最後まで前進していくという形を作ることですね。これはでもすごいなっていう感じ。もう完全にもう豪華ですよね。ゴー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 、もう、このドラゴンのこの爽快さ。これはやばいですね。グッドラゴンってですね、この、密集した状態で、もうボコボコに焼き尽くすね、この、様を一回見てしまうと、だいぶですね、癖になるところがあって、ドラゴン中毒的なね、経験をした方もいるんじゃないですかね。僕はしたことがあるんですけど、どうですかね。とにかく、この形をどうやって作るかというところに関して、ちょっとお話を、もう一回ですね、このリプレイ見ながらしていきたいのと、どんな風にですね、この、アタック、序盤考えてプランニングしたのか、そこをね、考えてみていきたいというふうに思います。さて、ですね、本日のまずこのアタック、どんな風に考えたか、ちょっと僕なりの考察なんですけども、していくとですね、これ、すごくね、美味しいところにまずライトニング打てるポイントがあるんですよ。これ、相手のアーチャークイーンと、あと、クランジョーと、このなんだ、投石機。まとめてライトニング7プラスクエイク1で落とせちゃう、という位置にあります。で、じゃあ、ここの真ん中、ここを落としてから、じゃあどういう風にそこから先展開するのっていうことから、仮に見てきたときにですね、これすごくやりにくいんですね。なんでかっていうと、例えば天才ラバルをやろうと思った場合でいくと、ここの、ロイヤルチャンピオンと宝石碑っていうのを壊しやすいから壊せるとするじゃないですか。そうすると思いっきし、ここが残っちゃうんですね。で、残っちゃうので、ラバルを回すルートが作れません。要は、ラバルを回すとき本当に注意しなきゃいけないのは、天敵となる施設を壊すこと、これもちろん大事なんですよ。なんだけども、壊しながらラバルのルートを作れるかどうか、これがめちゃくちゃ大事です。で、そこをですね、できないと、例えば、村をね、こういう風に十字に割ったときに、この部分全部壊せましたよと、今書いたね、この部分。
いう場合にはラバルのルート簡単ですよね。まあ、こう回すかこう回すかっていうことができますけども、今のロイヤルチャンピオンのゾーンっていうのは結構若干こうね、結構若干ってどっちだ外側にはみ出してるんで、中心部のこの部分が残ってしまって、ルート作りになりませんと。で、一方でじゃあこのタウンホールどうかっていうと、ここまで壊すの結構ね、まあ、すると思います。まず、それずにしっかりとアーシャークイーンを多分ここに向かわせるっていうことになると思うんですが、いうのがなかなか厳しいです。横にそうだ瞬間にシングルインフェルノがこう火を吹いてきますし、で、もう入るとしたらこっちの面から、ね、こう入っていくしかないと思うんですけども、なかなかここに、リーチできるかどうかっていうのが確証がないというところですね。で、もしこれリーチできなかった場合には最悪ラバル使うと星1のリスクっていうのも出てきてしまうので、そういうところはですね、結構、気にしながらやっていかなきゃいけないポイントですね。まあ、最近は突撃艦になんだ、ドラゴンとかバルーンを積むパターンがあるので、まあ、それをすれば最悪の、ね、リスクっていうのは、多少ないとも緩和できるんですけども、まあ、プランが崩壊すると前回まで伸びにくいっていうのはありますよね。ではどうするかっていうとこれなんですね。このアタックでは、まずここの、シングルインフェルノ角、ここのところを削っていきますね。一気とロイヤルチャンピオンと上行くと、あとは、ライトニングで削っていくと。で、さらにここもライトニングで削っていくんですね。で、そうすることによって、あとここか。ここもキング、ここはクイーンでこう削っていくじゃないですか。そうすることによってドラゴンのルートっていうのが、ドバッと出したドラゴンが、もうわかりますよね、これね。ここにこう集まっていくんですね。集まっていて、この狭いところを抜けてから広がっていく。こんなようなルートがざっくりですけど描けるわけですよね。このやっぱね、ルートを作るためのライトニングと、あとこのクエイク、ロイヤルチャンピオンの使い方っていうのが、まあ何せこの村に対してね、よく刺さる、方法を選んだなっていう気がします。男女がもうほんとど真ん中にあって、そのど真ん中に近いところまでヒーローパートで削りながら、ラバルの点滴施設も一緒に壊していく。そういうプランが描きにくい時には、こんな風にドラゴンを使ってあげることによって、出てくる防衛軍、こいつは別にドラゴンであれば、ポイズの呪文なくても、もうこの豪華で一気に焼き切ってしまうので、そんな形でですね、相手の防衛具はもう鼻からドラゴンで処理することを前提に組んでますね。この密集すごいですよね。中央の芯にしっかり密集している。さらに相手の天敵となるこの、投石機に関しては、天敵には天敵をですね、ロックボマ、非常に相性がいいので、これで確実に潰していきます。で、さらに、中からできたドラゴンとバルーンが、主力のドラゴン部隊と合流することによって、最後の全開まで持っていくという形になります。ああ、本当に。タウンホールではない、クランジョがこう真ん中にあって、そこの真ん中にライトニングを打った場合、ホグライダーとか、あとは、まあ、今回言ったラバルとか、のルートを作りながら、相手の、天敵となる施設を壊していく。これができない場合、いっそドラゴンで、援軍処理したい系のライトニングですね。このパターンっていうのは、よく聞いた人は思いついたなっていう感じですね。しかもこんだけ圧勝になっていれば、戦術としてのそのハマり度っていうのがよくわかりますよね。はい。で、そうは言ってもですね、キータチさんでもミスってしまうときにはミスってしまうというところでですね、ちょっと失敗したリップも一本だけ、まあ、どんな風に失敗のパターンっていうのも起こり得るのかなというところを見てもらいたいと思います。まあ、今回のケースは、どうなんでしょうね、ここに、ウラン城と、あと投石機と、あとアーチャークイーンがいますのでね、別に天才でやってやれないこともないと思うんですが、一方、天才、ラバルですね。まあ、一方で、こっちにエアスイーパー、投石機、ロイヤルチャンピオンがいて、タウンホールがあってとなると、まあ、どうなんだろう、倒しにくいと思ったのかな。ちょっとそこは、わかんないですね。これは自分、天才ラバルでもいけたと思うんですけども、今回、木立さんは、天才ドラゴンでいってますね。で、しっかりと、バブレンキング、アーシャークイーン、で、このタウンホールを狙っていきます。なんかさっきから噛みですね。すいません。タウンホールを狙っていきますね。で、これをしっかり落とします。ここ非常に重要ですね。タウンホールは、ドラゴンにしてもラバルにしても、なるべく、序盤に倒しておきたい施設ですね。星2を取るのも、まあ当然大事なんですけども、これ倒しておかないと、そこで必ず、エターナルトームを使わされたりとか、ユニットや呪文の消費が激しいのでね、序盤にやっておくのも大事ですね。で、ここで、
ライトニングの呪文でこちら側の、施設ちょこちょこと削っていきますね。でこれが削りですね。削りを入れておいて、ここを削り、ここを削り、ドラゴンを、まあ、こう入れていくんですけども、さっき のルートに比べて圧倒的にこの幅が広いですよね。この幅がこうね、横幅が広くなっちゃった場合ってドラゴンってやっぱばらけるんですよね。でばらけちゃうので見てほしいんですが、さっきと違って、ドラゴンが 2,3 体でこうはみ出ちゃってますよね。でこの 2,3 体って実はめちゃくちゃでかいんですね。ドラゴンって枠が大きいので、一個一個のユニットを20枠取るので、1体でもはみ出ると結構痛いです。でこんな感じでどんどん体力が削られていってしまって、ヒールの輪の中にも3体のドラゴンかな、全体のうちの3分の1しか入んなかったという形になってしまって、本当に惜しいところに行くんですよね。行くんですけども、残念ながら全開ならずという形になります。まあなんですけど、どうなんでしょうね。星2のやっぱり延長で全開を狙える空戦術と、まあ、いう意味でいくと、結構この攻め方って、空慣れてない方にはいいと思うし、タウンホール11、12で、まあ、ドラゴンを主力でやってきた方にとっては、まあ、こんな形で、ライトニングを使って相手の施設をカットをして、で、あとヒーローパートを使って、ね、こう施設の、まあ、逆サイドカット、中心部にドラゴンを流し込む。まあ、今回で言えば多分ですね、目標としては多分このぐらいのカットがこうできていると、さっきみたいなパターンに、ね、なったのかなと思うんですが、まあ、なかなかね、あのレベルのカットですごいハードルが高いと思うので難しいとは思うんですけどね、まあ、多分こんな風な絵を描いたんじゃないのかなと思うんですが、若干ですね、ここの幅が広かったので、そこでユニットがばらけちゃったというところですね。まあ、この幅をいかに狭くするかってことができてくると、防衛具が残った状態でもドラゴンが機能してくれるというか、全部焼き払ってくれるとね、という形が作れますので、ぜひぜひですね、そこら辺注意しながら使ってみてもらえるといいかなというふうに思います。で最後、ですね、やっぱこのキータッチさん、本当にね、呪文の使い方が、ライトニングの使い方がうまいなというふうに思って、このアタックはもうどうしたらできるんだろうというのが一個あったんでね、これおまけですね。ちょっと見てほしいなと思います。さあ、これどう進めますかね。非常に悩ましいですね、ここの6時側。まあ、自分だったら、ライトニング7、ライトニング6かな、なんか落として、この辺全部、壊してしまってから援軍とかは、ヒーローで処理する形を作るかなと思いますね。まあ、そうしてからのあれかな、ラバル回しとか、そんな感じになるかなというふうに思うんですけども、木田さんはここをしっかりとまず安いパイ今壊しましたね。中心部にあった安いを壊していって、で対空砲も1本壊したのかな、安い対空砲を壊してたのかなと思います。ちょっと見落としてましたけど、でこれ多分ね、事前に援軍釣ろうとしたと思うんですよね。バルーンを使って、ラバルーンを使うので別に、陸の援軍は釣る必要ないから、しっかりと空援軍、空に反応する援軍をバルーンで釣ろうと思ったんですが、出てこなかったんですね。これ超ラッキー、ラッキーですよね。まあ、このレベルになってくると結構援軍の読み合いなんかもね、出てきたりするので、これは本当に美味しくて、で、ロイヤルチャンピオンがしっかりとここライトニングとクエイクの入った領域っていうのを、ホーミングシールドを使って丸々こう折っていきましたね。丸々ごっつりここ折っていって、で、それからのライトニングドラゴンを使って、この部分をこう完全にカットしたんですね。ロイヤルチャンピオンとライトニングです。ライトニングドラゴンですね。こんな形で。で、カットしたら、上方向から、バルーンを当てていきます。こうガツンとですね、結構勇気があるアタックに見えるんですけども、あ、そうか、ごめんなさい、その前にだ、ロックボマー使っていくんですね。ここで、ね、このロックボマーを使って中から、出てきたアイス、ライトニングドラゴンプラス、バルーンにレイジをかけてブリーズガンガンに焚いてですね、この辺りにいるヒーロー、タウンホール、投石機をもう全部なぎ倒していくんですね。いやー、これはよく思いついたなって感じ。まあ、確かに見てみると、こう枠見てみるとですね、スペースが1枠ずつしか離れてない密集体なんですよね。なんで、そこにライトニングドラゴンが去るっていうのは、まあ一応道理ではあるんですけども、まあとはいえですよね。とはいえすごいなっていう感じのプランで、まあちょっとこれは本当に、パターン化なかなかできない攻めになってくるので、本当に、おまけ的なところはあるんですが、
まあ何せこの、ね、対地のクロスボウなんか全くね機能しなくなっちゃってますし、この形になってくるとですね、バルーンラバがまだ弾けてない状態で、ライトニングドラゴンも残っていると、な言ってみればもうグランドボディのトームまで残って、ポイズンとフリーズまで残ってる、まあ、こういうそのなんていうのかな、相手の火力に対するユニットの調整っていうのができるんだなというところですね。はい、すごくお見事でうまいアタックだったなというふうに思います。まあ、あのこんな風にですね、ライトニングの使い方っていうのをちょっとですねこう調整してもらうことによって、だいぶ、攻めの幅が広がるというのがですね、本日の、この、まあ動画の一つの、まあ、趣旨でもありますし、それをうまいことこう利用して、ドラゴン戦術っていうのに、組み合わせていくというところを本日のこの、まあ、3本の動画、まあ、主に最初2本がドラゴンですかね、ここから、何かこう気づいてもらうことがあったら本当に嬉しいなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画これで終わりにしたいというふうに思います。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。またですね、こういった動画タウンホール13のみならず、12、11も含めて上げていきたいと思いますので、ぜひぜひまた、ご視聴していただければ嬉しいです。そして、TH コンピューターさんですね、今 JWC J1 にいます。で、私ら関西クラクラクラブは今 J3にいます。で、それぞれですねタウンホール13のメンバー募集しておりますので、ご興味のある方はぜひぜひお気軽に、お越しいただければというふうに思いますので、お待ちしております。では本日この辺りで動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。